関羽が強すぎる一騎打ち4戦と豪傑エピソード。日本では卑弥呼が邪馬台国を統治する頃、中国は後漢も霊帝の世となり、政治の不乱によって黄巾族を各地にはびこらせ、民衆は愛に苦しんでいました。この時一青年だった劉備は関羽張飛と桃園に義名を結び、外賊を討ち世を救わんことを誓いました。こんにちは、春雷です。今回ご紹介する関羽は三国志の世界で蜀の劉備に仕え、その名を轟かせた武将、豪遊にして真偽を重んじた関羽の魅力について語っていきます。汜水間の戦いで活躍、海羽と対決。霊帝崩御の混乱につけ込んで権力を握った董卓を打倒するため、袁紹を名士として各地の諸侯が立ち上がり、董卓に宣戦布告します。そして孫権が汜水間に攻めると、董卓は汜水間を誰に守らせるか話し合いました。そこで名乗りを上げたのが海羽です。孫権軍を打ち破った海羽は18路諸侯の陣まで攻め寄せ、先の戦いで手に入れた孫権の頭巾をかざして挑発します。この挑発に応じた湯匠潘宝を数号で討ち取る勇猛さを見せた海羽。湯匠潘宝の2将を討ち取られ、18路諸侯の中には海羽に挑もうとする将軍はいなくなりました。そんな状況に名乗りを上げたのが劉備の義弟関羽でした。曹操は関羽の出陣前に勘をつけた温かい酒を勧めましたが、関羽はそのお酒は一旦お預かりください、一走り行って海羽の首を引っ提げ帰った後に頂戴しますと伝えると、82斤の青龍刀を携え、たちまち戦陣の中へ駆け出していきました。関羽が敵陣で青龍刀を振るうと、盤上の血煙と敵血の血が走りました。敵も味方も鳴りを忘れて静かになった瞬間、黒馬にまたがり関羽は粛々と数万の敵兵を尻目に袁紹曹操たちのもとに帰ってきて、まだ生々しい粛々を置きました。敵の大将海羽の首です。関羽は曹操の前に立ち、血まみれになった手のまま預けておいた酒杯を取り上げ、では酒を頂戴いたしますと胸を張って一息に飲み干します。酒はまだ温かいままでした。誰もかなわなかった海羽をいとも簡単に討ち取ったことで、関羽の武勇が将校たちの心に強烈に印象付けられることになったのです。武を極めた武将呂布との激闘。袁紹の戦いで曹操に負けた呂布は徐州に落ち延び、劉備と合流します。かくまってくれた体温があるにもかかわらず、劉備が袁術と戦っている隙を見て呂布は徐州を奪い取ります。その後曹操と手を結んだ劉備と呂布は戦い、徐州の城を取られ勝敗の城に逃げようとしました。するとそこには関羽張飛が鬼の形相で待ち構えています。関羽は増兵には目もくれず中軍へ猪突。突然の関羽の出現に呂布は動転しましたが、馬を返して戦いました。そこに張飛も陣雷のようにかかってきました。さすがの呂布でも二人の相手には手を焼き、今日は悪日と吐き捨て逃げ出しました。関羽張飛は追いかけましたが、関鳥羽とは脚速がまるで違います。俊足関鳥羽によって辛くも呂布は一命を取り留めました。白馬での関羽と顔料の戦い。西暦200年、これまで曹操とは小康状態を保っていた河北の雄袁紹はついに重い腰を上げ曹操の討伐に向かいます。その兵力は17万人、一方の曹操は15万人を動員しました。袁紹軍は手始めに黄河を挟んで対岸にある白馬を守る曹操軍の劉袁に襲いかかりました。その攻撃の先鋒を務めたのが袁紹軍随一
地の猛将顔料。曹操軍が顔料の苛烈な攻撃に耐えている時に関羽が出陣。敵と場にまたがり青龍偃月刀を引っ提げて顔料の前に立ちふさがります。顔料は押しまくっている余勢を借りて曹操軍に突進した瞬間、顔料の首は関羽の手にかかり、血煙を上げて遥か上空に跳ね上がりました。関羽はこれを造作もなく拾い上げて袁紹軍の将兵に見せます。総大将が討ち取られてパニックになった袁紹軍は総崩れになり、白馬の龍燕は窮地を脱しました。顔料を討ち取られ文集が敵討ちに出陣。顔料が討ち取られたことを知った袁紹は直ちに顔料の親友で武勇は顔料に勝ると言われる文集を出陣させます。文集は崩れた兵力を立て直し、黄河を渡って袁信という土地に軍を集結させようとします。そこに曹操軍の長領そして徐行が向かってきます。さすがは文集、顔料を上回る力で二人の将軍と互角に打ち合い、全く引きを取りません。その時白馬から急いで袁信まで戻ってきた武将がいました。そう、関羽です。律儀なもので徐行や長領の応援に来たのです。関羽を見るや文集は激怒して矛を振り回し突進してきます。しかし関羽は全くひるまず、それを難なくかわし一戦青龍偃月刀を打ち下ろしました。その勢いの凄まじさに文集は支えきれず背中を見せて逃げます。ところが敵側を狩る関羽に追いつかれ、背後から真っ二つに切られてしまいました。文集が打ち取られたのを見た袁紹軍兵は我先にと黄河に飛び込み敗走。曹操軍は簡単に追い詰めて袁紹軍を殲滅してしまいました。名医加賀も驚いた関羽の手術。関羽は繁盛の戦いの際、曹仁が放つ矢に当たってしまいました。曹仁の矢には毒が塗られており、激高した関羽は矢傷からの毒が血流に乗って全身に広がっていき、敗走中に意識が混濁、そのまま気絶して落馬してしまいました。関羽が倒されたと聞きつけた名医加賀は関羽のいる慶州を訪問しました。加賀が関羽のもとへ到着した頃、傷口は塞がってはいましたが、関羽の左肘の傷は悪化していました。左腕全体が青紫色に変化しており、動かそうとするとズキズキと痛んだそうです。関羽は痛みを紛らわせるために馬料と炙り肉や酒を煽りながら碁を打ち歓談していました。左肘の痛みは相当のものであったようで、あの我慢強い関羽でさえも時折とうなり声が漏れていました。関平に連れられて碁の名医加賀が関羽のところに訪れます。傷口の状態を見た加賀は診断結果を話し始めました。加賀はこれは渦という毒薬が矢に塗ってあったためで、その猛毒はすでに骨髄にまで通っています。もう少し放っておかれたら肩肘は廃物となさるしかなかったでしょう。その診断結果を受け関羽は今のうちなら治る方法はあるかと尋ねた。加賀は自信を持って、あることはありますが非常にきつい方法です。加賀は看板の中から2つの鉄の輪を取り出しました。1つの輪を柱に打ち、1つの輪に関羽の腕を入れて縄で縛り付け準備をしました。関羽は加賀とやらどうするのかと尋ねました。加賀は糸を持って肉を裂き、肘の骨を取り出して渦の毒で腐食したところや変色した骨の部分をきれいに削り取るのです。おそらくこの手術で気を失う病人はありません。いかに将軍でも必ず暴れ苦しむに違いありませんから、動かぬようにしばらくご辛抱を願うわけでと答えました。それに対して関羽は何かと思えばそんな用意か、
大事ない、存分に療治してくれいと鉄の輪から手を外し、そのまま手術をこいました。カダは傷を切開しにかかりました。下に置いた銀盆に血は満ち溢れ、カダの両手もその刀もすべて結晶にまみれてしまいました。その上、肘の傷を鋭利な刃物でガリガリ削りました。周りにいた官兵や知人は皆真っ青になってしまい、中には座に絶えず面を背けた者すらいました。ようやく終わると酒を持って洗い、糸を持って傷口を縫いました。肩の額にも油汗が浮くほどの大手術でした。そんな手術中、関羽は碁盤から目を離さず、痛がる素振りもなく平静を保ったとされています。中国動乱の時代に劉備玄徳と義弟を結んだ関羽の活躍、いかがでしたでしょうか。顔料を討ち取るという功を立てた関羽は、必ずや劉備の元に戻ると曹操は考え、関羽に重い恩賞を与えました。しかし関羽はこれらの賜り物に封をして、曹操に手紙を捧げて別れを告げ、袁紹に目を寄せた劉備のもとへ去りました。曹操はその儀に感嘆し、関羽を追いかけようとする部下に対して、彼を追ってはならないと言い聞かせました。豪遊にして真偽を重んじた関羽は、まさに動乱の時代の名将と呼ぶにふさわしい人物です。当時のモノノフの気持ちになって物事を推測する、今後も三国志の世界を生きた英雄たちの物語を紹介していきます。このチャンネルを応援いただける皆様、高評価、チャンネル登録をお願いします。また皆さんのご意見や感想もコメントでいただけると励みになります。それではまた、再见。